キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、週の折り返し一発目ということですね。はい、お疲れ様でございます。ドドンということで、いかが過ごしでしょうか。今日のこちらの方面は快晴になりましたですね。はい、昨日まで天気はちょっとね、曇りだったんですけど、なんか雨がね降るとか言ってたんですけど、降らなかったですよねっていうことだったんですが、さてさて、今日からまた私は1週間始まっちゃいますよ。はい、ざまみろですでお送りいたしますよ。はい、お疲れ様でございます。今日はですね、休み明けということなので、また外仕事がちらっと入る感じなんですけどね。はい、ちょっと今ね、車で出発した途端にですね、あの荷物からね、これ多分お茶やろね、お茶がちょっとストーンと落ちてしまいましたね。ちょっと、はい、ちょっとそのライブ的な感じで申し訳ないですね。あ、違った、これなんかあれだ、フェイスタオルが落ちた。いたた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 、よいしょ、はい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 、大丈夫ですよ。はい、大丈夫。はい、ちゃんと取りましたよ。はい、はい、 OK でございます。よいしょ。まだね、残暑がやっぱ厳しいからですね。はい、あのなかなか、よいしょ、ちょっと調整がね、難しい感じがするんですけど、夜寝るときは結構あの暑いなーっていうのがちょっとまだ残ってますね。はい、いつももうサーキュレーター分回してるんですけど、全然なんかね、もう暑いなーって、もう一時に比べればもう全然ね、だいぶ涼しくなったんですけど、朝方はもうあのバンキシャの後ろさんもちらっとちょっとあの、もう真っ裸やったらちょっと寒いなとか言ってわかるわかる。はい、男はね、そんな感じ、まあ、女の人もそうかもしれませんけどですね。はい、あのもうちょっと寒、朝方寒くなるですね。なんかそれで目が覚める感じがする感じがしますよね。はい、じじいなんかね、やっぱね、朝早く起きるようになってくるっていうのは、だいたい6時間経ったらなんか一回何かしら目が覚めてるような気がするんですよね。寝れてるのかな、ちょっとわからないんですけどね。はい、でも昨日はね、2時ぐらいに1回目が覚めてましたね。それはでも何時やったかな、あれは12時ぐらいには寝たんかな。もう12時っちゃ言わんね、前に寝たんかな。ちょっともうくたびれたなと思って、遊び疲れてね。はい、で寝て、で、起きたのが2時ぐらいに1回目がパッと覚めて、なんでこんな時間にって、別にトイレもね、行きたいとは思わなかったんですけど、で、まあと思って、ちょっとなんか、気持ち的に儲かった気分でまた寝たような気がするんですけど、はい。で、それでまた朝ですかね、はい、また目が覚めたって感じだったんですけど、6時間周期、体内時計なんですかね、よくわかんないですけど、学生の時はですね、もう生活はもう逆転してましたよね。夜型だったね。はい。今時期なんかも朝方まで起きてましたもん。はい。で、セミが5時ぐらいに鳴き出してましたもんね、当時は。はい。まあ今もう秋になってきたんですけどですね。はい。で、それで、セミが鳴き出したね。じゃあそろそろ俺も、ね、寝るわ、言って、友達の景色でしたからね、部屋から自分の部屋に行ってまた寝ると、なんかそういう怠惰な生活をしてましたね。はい。懐かしいですね。はい、そんな感じでございます。さあ、私はまた1週間から始まりましたということで、またよろしくお願いいたします。はい、じゃあこの続きはまた後です。はい、パキポキさんのブレーキ続きですということで、相も変わらずすごく日差しが強い感じですね。はい。で、今週、あ、そうか、今週というよりもあれか、あのまず庭の植物事情、
めちゃめちゃいいですよ。はい。やっぱあのパキラの2勝をですね、ちょっとあのワイヤーでちょっと癖づけてこうやって、育ててたんですけど、昨日ちょっとアムではないんですけど、こうよくねあのぐるぐるぐるってこうしてるのをちょっと見かけ、昨日もたまたま見かけたので、あこういうのも面白いなと思ったので、昨日はちょっとうちは2本なんですけどね、2本ピョンと出てるんですけど、それをちょっと今絡ませて癖づかせようと今してます。はい。植物にとっちゃね、なんかいい迷惑なんかなとか思うんですけども、ほぼほぼ人間のエゴでこうね、するんであるんかなと思うんですけどですね、まあそこそこでもパキラもね、成長したものっていうのは結構いいお値段をしておりますよね。はい。だから丁寧に丁寧に、育ててあげると価値が出てくるということで、別に売る気はないんですけどね。はい。それだけ、そういうのはいいよということでしょ。はい。違うのかな。そういう判断でございますけどね。はい。いや、休み明け、うだ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 しておりますが、あ、皆様はいかがでしょうか。あと1日行けばまたお休みということなんでしょうか。今がどうなんだろう。中途半端なのかな。それとも過ごしやすいのかな。でも日中はですね、車走らせていればね、結構あの風が気持ちいいですよ。はい。エアコンもちょっと日差しが強すぎるなって言った時につけるぐらいでいいので、ね、もうほぼほぼ、窓上げて、走れば全然問題ないかと思うんですけどですね。まあそんな感じでございますよ。さあ週末ですね、吉野さんも翔子さんたちも明さんたちも時矢さんたちも皆さん、石川の方に集まるということで、花房さん主催だったと思いますが、はい、始まりますね。はい、演技楽ですね。はい、どんな会になるんでしょうか。面白そうな感じですね。はい、まあ、ストーリーライブいろいろ立ち上げられる方がいらっしゃると思いますので、ちらっと覗きに行きたいなと思う今日この頃でございます。鹿児島さんが5000人フォロワー達成したということなので、プレゼントキャンペーンをしておりましたが、その後どうなんでしょうね。結構盛り上がってたのかな。なかなか5000人になるっていうのはなかなか難しいでしょうからね。1万とか2万とかなるのはすごいっすよね。なかなかそこまで行くにはまだまだ遠いんじゃないかなとかと思うんですけどね。私はまだ2000も行ってないというね。まあ、それもでもすごいことなのかもしれませんけどね。まあ、好きなことやってそれだけでもすごいでしょう。こんな感じがしております。じゃあ、あと1日か頑張っていただければ、またお休みですね。私は今日からまたザ・マーヴィルですで頑張ろうかと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。それはもちろんホットブラックさそうとやけどしな、でも会話はまた続けるぜ。思い出してるそのグッタイ、酔っ払ってたスノーフロア、僕ら近くても案外隠し持ってたよね。こんなことじゃ出会わなきゃよかったな。そんなことじゃラブコメみたいな二人を間違えて、運命の何かが繋いで恋していたようなまさだが、ほろ苦いそう苦い僕たちの望む愛選んだ入り口は消えることも見える。